はい、皆様、こんにちは。株式会社大林組、湯浅と申します。で、本日は、Unity Reflect を活用した建設デジタルツインの最前線と将来ビジョンというタイトルで発表をさせていただきたいと思います。はい、少々ですね、この建設現場における課題を振り返っておきたいと思います。まあ、課題として、まあ、2つほどあると思っておりまして、一つが生産性の低さでございます。このマニファクチャリングのような形で大量生産するのではなくて、単一のものを受注生産しているということ。あとは工場と違って屋外で生産しているということ。あとは鉄筋型枠というような業務で見てわかる通り、非常に労働集約型の生産システムをまだ続けていると。まあ、こういった点がございます。また、国内、建設特有かもしれませんけれども、まずは就業者数が非常に少なくなってきているということ。また、高齢化が進行しているということで、結果的には担い手不足という状況にもなってきております。また、これ、良くないことなんですけれども、やはりまだまだ建設業は長時間労働であったりとか、あとは、工場ですとか、オフィスでのワークに比べると、どうしても野外、屋外でですね、作業しなきゃいけないということで、過酷な労働環境ということも言えるかと思います。若手に関しては、やはりそういった環境は他産業に比べて魅力が少なくなってしまいますので、なかなか若手の人が入っていただかないと、まあ、いうことで、若手の入職希望者数が減っている、あるいは非常に少ない状態になるというところも問題でございます。で、さらに最近はですね、2024年問題というふうに言われたりしますけれども、まあ、改正労働基準法が適用されまして、時間外労働が厳しく制限されてくると、まあ、いうことでございます。まあ、そうしていきますと、全体的に人が少ない、そして時間外の労働も制限されてくると、その中で今と同じレベルのクオリティのですね、需要、ニーズを、に応えていくためには、やはり生産性が低いということを言っていられない状態になる。生産性を上げていくしかないという状況でございます。まあ、国もそれでアイコンストラクションというような取り組み進めてますけども、当然各社がですね、そういった生産性向上の取り組みにいろんな力を注いでいるというのが現状でございます。はい。そういった状況の中で、では我々はどういうことをしていかなきゃいけないかということなんですけれども、まあ、ここに書いてありますが、まず我々がしたいのは、建設施工現場の働き方改革でございます。まあ、よく建設業界では建設 DX というような言い方しますけれども、まあ、建設というのはですね、まあ、広い、いろんな広い意味がありますが、例えば、フェーズで言いますと、設計フェーズ、施工フェーズ、そして維持管理のようなフェーズがあるという中で、我々が特に注目しているのは、まあ、建設会社ですから、当然その施工というフェーズ、まあ、あるいは生産と言ったりしますけれども、そういったフェーズでの DX をしっかり実現していかないといけないというふうに考えているということでございます。で、そこで、施工の DX を実現するために、ではどういう手段でそれを実現していくんだということで、いくつかいろんな手段があると思うんですけれども、我々それで、中でもデジタルツインが極めて重要な、それを実現するための手段になるというふうに考えて、今その取り組みをしてきているというところでございます。では、建設デジタルツインがどのようにして施工 DX に、まあ、向かっていくのかということなんですけれども、我々はですね、施工の DX を実現するためには、各種の業務、まあ、いくつかのいろんな種類の業務がありますが、その業務を、まあ、アプリケーションであったりソフトウェア、システムを使って、それをですね、プロセス自体を変えていくということをしていく必要があるということです。では、その業務システム、業務アプリを作ろうとなったときに、問題となるのが、現場のデータがですね、今までは紙とか図面とか、紙や口頭ですとか、デジタルデータとして残って
いるものがほとんどないという状況だったということです。ですから、そういったアプリケーションを開発するためには、当たり前のことですけれども、現場の情報、データをしっかりデジタル化して管理して保管しておく必要がございます。ですから、DX をやる一番最初のところですけれども、当然のこととして現場のデジタルツインというのが、一丁目一番地であると。まずここを実現しないと何も始まらないと。ということで、まずそのデジタルツインに取り組んでいるというのが今の現状でございます。もちろん業務アプリケーション開発だけではなくって、もし現場のデジタルツインがしっかり実現できますと、いろいろ実際に施工を行う前の、着手の前の段階で検討をする、いくつかの技術的な検討をしたりとかすることができて、そこで施工のシミュレーションのようなことを行うことができます。そうすると事前にその問題点、課題が検討できたりとか、もう最初に解決をしておくことができるので、施工段階に入った時に非常にスムーズに工事を行うことができるということになっていきます。建設デジタルツインというのを実現するのは大変だったんですけれども、それを実現するためのいろんな技術が周辺でもう加速度的にですね、開発が進んできているというのも一つ事実でございます。例えば左側、こちらはもう皆さんご承知の通り、ビムシムですね。こちら国も非常に、推し進めているようなことでございまして、今まで2次元だった図面の3次元化というのを進めているということです。図面以外にも、環境、いろんな環境ですね、3D レーザースキャナーであったりとか、ビジュアルスラムというような技術を使って、要するに点群で現場を抑えるというような技術も昔に比べて非常に簡単になってきたということもございます。これらの技術を使いまして、我々はですね、一番下データ取得層というふうに書いてあるんですけれども、ビムシムのモデルですとか、現場で取得できる点群の情報、それ以外にも人や、人の位置情報の即位に関わる情報ですね。それ以外にも車両、重機、そういった位置情報、様々な現場でデジタル化すべき情報を集約して、この中間である 3D モデルの統合というところを測ってまいりました。この際には座標という考え方が重要になってきますけれども、いずれにせよそのモデルの統合を行ってきた。で、この 3D モデルの統合に関してはですね、弊社、つい最近ですね、データシステム連携基盤という形で、プレスリリース、8月25日にさせていただいてますけれども、東京大学との共同研究において、一定の概念検証が実際に完了してきた。そういった技術を、ここでは活用していきたいというふうに考えてございます。そのデータ統合をした上で、必要なのが、これら、通常ビムシムだけでもですね、3D モデル扱うのが大変なのに、点群ですとか、あるいは今後は人とか車両、そういった情報も統合的に管理していく強力な描写エンジン、描写機能が必要になってきました。答えはもうお分かりかと思うんですけれども、我々はそこで Unity Reflect というサービス、Unity 社が提供されているサービスを活用していくということを考えています。というか考えてきてやってきております。ただですね、Unity Reflect だけの機能でもなかなかこれらの情報をすべて統合することが難しいということで、まさに Unity 社とですね、コラボレーションを行いまして、様々なカスタマイズの開発を加えてきたというところでございます。左はですね、Unity Reflect の通常 Unity 社が提供されているものでございます。そちらを右側、大林組がカスタマイズしたデジタルツインのアプリケーションというのを開発してきました。ちょっと一瞬パッと見ていただいただけでも、UI、UX がちょっと違うなというふうに感じていただけるかと思います。次のページでですね、
その少し詳細を、どういったところを我々がカスタマイズして開発しているのかというところをご紹介したいと思っております。はい。もともと Unity Reflect には様々な強力な 3D 描写の機能がございまして、まあそちらについてはもう皆様ご承知だというふうに思っておりますので、今回大林組が新たに追加した機能、まあちょっと一部標準機能もあるんですけども、そういったものをですね、ここではご紹介をさせていただいているというところでございます。まあわかりやすくですね、この左側のところにいろいろなアイコンがあって、まあ1番から12番まで、まあ数字の丸い番号が並んでいると思うんですけれども、まあ1番とか4番、5番というような標準的な機能に加えまして、6番、例えば6番見ていただきますと、まあ点群の描写機能ですとか、7番に関しては作業員の動線を管理する機能。で、8番、こちら後でまた詳細述べますけれども、アノテーションということで、現場 3D 空間上に付箋を打って、さらにそこで情報共有を行えるような機能、そういったものを強化しています。さらに9番というのが、重機の配置、関係のアプリ、ファンクションになってございます。10番というのはですね、これは人のモデルを配置するための機能。で、11番、ちょっと面白いところなんですけれども、現場ではですね、カラーコーンというのがあって、これをいろんなところにこう配置していくんですけれども、カラーコーンを簡単に配置したりとか、3D デジタル空間上で配置を行う、そういったことができる機能です。それ以外にも12番、寸法線ということで、通常デフォルトの機能以上にですね、細かく、物体を検出して距離を測定するというのが、いろんなところで現場では活用できるということで、そういった機能についても追加的に開発しているということです。左下のところにあるタイムライナーというのはですね、現状まだ完全には完成してないんですけれども、将来的には 4D、時間軸を管理できるようなタイムライナーの機能についても目下検討をしているというところでございます。それではどんなことができるのかということをですね、少しデモンストレーションの動画を見ていただいた方がわかりやすいかと思いますので、そちらをご覧いただければと思います。こちら特徴としましては、当たり前のことなんですけど、誰でも簡単に 3D データを活用できると、その一点につきます。で、先ほどもありましたが、ビムシムや点群、非常に形式も異なります。さらに、大容量になってくるということで、通常の PC ですと、なかなかそれを扱うことが、マシンパワー的にもですね、かなり難しいところが出てきます。そういったことなんですが、今回 Unity 社の Unity Reflect ですね。こういったところのシステムを活用したカスタマイズの開発を行うことによって、そのあたりを本当に軽快に、より簡単にですね、扱うことができます。で、さらに今見ていただいているような、基本的なデフォルトの機能に加えた追加のファンクションを追加してるんですけれども、そういったところの UI、UX についても今回新たに設計し直しておりまして、非常に簡易にわかりやすくですね、基本的に説明書なしでも、こういった操作ができるというものを目標に作っているというところでございます。今は点群とですね、3D モデルを同時描写して配置を行うというようなことをやっているというような画面になります。今、こういう移動シーンで行っているんですけれども、いろんなシーンごとに、データを保存しておくことによって、シーンごとにこう、カメラのポジションがパッと一緒にして変わりまして、そこでいろんな配置計画ですとか、いろんな検討を行うというようなことができるというようなシステムにもなっているというところでございます。続きまして、アノテーションという機能についてもご紹介したいと思います。アノテーションっていうのは、要するに付箋ということなんですけども、3D モデル空間上で自分が何か指示をしたりとか、あるいは、記憶を残しておきたい。そういった場所に付箋を置いてですね、その付箋について、コメントですとかデータの情報を
保存しておくことができると。まあそういう機能でございます。まあよく使われるものとしては、是正の指示とか、そういったことでございますので、例えばサイバー空間上である場所に行って、ここちょっとおかしいよね、というようなことがありますと、そこのボタンで、そこの位置を指定した上で、誰々にこういう作業指示を行うということが、今ちょっと動画止まってますけれども、右側の内容入力というところに、普通に SNS とか、まあ、チャットのような形で、to 誰々というところでコミュニケーションを取って、またデータの添付とかを行うということで、ここでやり取りをして、もし是正等が完了したら、ここで完了ということも、ここで内容が理解できると、まあ、いうようなものです。まあ、こちらはですね、将来的には、その現場で現在行われているやり取り、結構口頭ですとか、そういうのが非常に多いんですね。ただし、こういったシステムによって是正の内容とかを全てデジタルで残していくということが、先ほど一番最初にありましたけども、現場のデジタルツイン、デジタル化につながってくると、まあ、いうことでございまして、そのための目的での機能でもございます。はい、続きまして、その他、まあ、少しこちら動画ではないんですけれども、簡単に紹介します。まず3つ目としましては、指示書や豆図の簡単作成ということですね。で、こちらは、建設現場の方、よくわかると思うんですけれども、この左側にありますようなカラーコーンを使って、どこにどういう人を配置して、その日作業を行うんだというような作業計画指示書、まあ、いくつかの書類には、まあ、こういった図面の作成をよく行います。まあ、今までは 2D で行ってたんですけれども、まあ、2D でやるにしてもですね、まあ、その後いろんな CAD で開いて、さらにはそこにいろんな重機のモデルを配置し、で、さらにそれにいろんなコメントをつけるために一回パワーポイントに持っていったりとかしてですね、カラーコーンを配置して、で、さらに最終的にはワードのドキュメントに貼り付けると。まあ、そんなような形で非常に手間もかかってたと。で、さらにそれが 3D になってしまうとものすごい時間かかるんじゃないかと思われるかと思うんですけども、逆に 3D でサクッとですね、作ることができる、先ほどのカラーコーンとか、もうそういった機能はすでに実装が終わってますので、簡単に 3D でまずは作成した上で、自分の好きな角度のアングルで、カチャッと、そのスクリーンショットのような形で画像ファイルにすぐに変換します。で、画像ファイルをそのまま Word 等に貼り付けるだけで、短時間でですね、こういった豆図と呼ばれているものだったり、指示書と、に使うような配置の図がですね、完成するというところでございます。右側は、今、まさに開発中の部分でもあるんですけれども、建機、あるいは作業員の位置を 3D 空間上にリアルタイムに再現するという機能でございます。こちらまさにデジタルツインということで、もうすでに一部では完成しているんですけども、それを今回はこの Unity Reflect ので作っている我々のデジタルツインのシステムとしっかりと社内でも統合を図っていくということをまさに今実施しているということでございます。まあそうすることによって今後は全ての現場でセンサー情報があればですね、リアルタイムに 3D 空間上にモデル可視化ができるという状況にもう間もなくなるという状況でございます。はい。で、ちょっとここでですね、全体的な開発のスケジュールについて、振り返りをしながら、今後のスケジュールについてもご説明をさせていただければと思ってございます。まず2021年、昨年ですね、に関しては、先ほど 3D、いろんなデータがあって、それを統合しないといけないということが、まず第一にあったということで、主にそういったシステム、データのいろんな統合、まあそういったする、まあ基盤と我々呼んでるんですけども、基盤側のシステムの開発に、まあ一番時間と労力をかけてやってきたということです。で、その後はですね、そのデータ、統合されたデータを使って、まあデジタルツインのアプリケーション、まさに今、私が説明をさせていただいていたようなアプリケーション開発の方に、主にですね、力を注いできまして、今、先ほど言ったところのレベルまで、できたし、今年度、2020年、22年度中には、先ほどあった重機とか、リアルタイムな情報のセンシングのデータの共有といったところも、非常に汎用的な形で実現できるというところまでが達成できそうだということでございます。
で、その次、来年ですね。来年に我々はそれを完成させようという今、スケジュールで動いております。まあ、デジタルツインアプリケーションの強化と書いてありますけども、先ほど言った追加の機能、あとはそれ以外にもまだちょっと考えているいくつかの強化の機能がありますが、そういったものを実装完了して、もちろんいろんなチェック、オペレーションに耐えうるかのチェックなどを行って、最終的な完成をしていきたいというところでございます。現在2022年の断面におきましては、このアプリケーションは基本的には社内での検証段階ということです。ですけれども、当然当たり前ですが、2023年、完了した後には社外への利用展開を図っていくということで、皆様にも広く使っていただけるような状況で提供していきたいと、提供できるように頑張っているというところであります。こちら開発のメンバーを少し紹介させていただきたいんですけれども、まず特に2021年から始まっている基盤の部分の開発に関しましては、TIS 株式会社ということで国内の非常に大きい SI 様とですね、タッグを組んで開発を進めているということです。で、この2022年度から始まった主にデジタルツインの、要するに 3D のアプリケーションサイドの方です。に関しましては、先ほど来申し上げてます通り、ユニティ社と一緒にですね、主に技術的にはユニティリフレクトという技術を活用させていただきながら、カスタマイズの開発等々を進めて、そういった体制を2023年度も実施していこうというふうに考えております。はい。少し話変わるんですけれども、ユニティ社とは今お話した通り、2021年、2022年とですね、実はその前からもコラボレーションを進めてまいりました。で、現在ユニティ社とはですね、もちろん先ほどの 3D デジタルツインのアプリケーション開発のところを直接担っていただいているという関係であるだけでなくてですね、現在はその先、来年度、さらにその将来を見据えて、このデジタルツインの基盤を使ってですね、どういう建設現場のあり方、どういった、世界をですね、この技術を使って活用していけばいいのかというような将来ビジョンの検討も一緒にさせていただいているということでございます。これはもうつい最近なんですけれども、カナダのバンクーバーのユニティのオフィスにですね、我々大林組のメンバー、そしてテレワークでも何人も参加をして一緒になってですね、議論を重ねたという時の状況の写真でございますけれども、そういった活動も今まさに、強化して取り組みを進めているという状況で、ございます。我々そういった活動をですね、エンビジョニングというふうに、呼んでいるわけですけれども、それはどういうことかというふうに申し上げますと、先ほどありましたけれども、DX、現場の DX ですね、施工の DX を実現するためには、現場のデジタルツインが一丁目一番地である。そしてその上で業務系のアプリケーションを開発をしていくということ。その一つが 3D のアプリケーションだったということでございます。で、今後はこのアプリケーションをですね、いろんな課題に対応するアプリケーションをどんどん作っていくという必要があるかなというふうに思っております。で、その際に必要となるのが、その先ですね。いろんな業務をアプリケーションを作るということは、現場の業務を今の状況から将来ありたい姿に変えていくということです。今ある課題を単純に解決するだけではなくて、 DX ということは、そもそも根本的にプロセスを変革して、業務自体を大きく、やり方をですね、そもそも変えていくというレベルに踏み込まないといけないというふうに考えています。で、そうなると今までなかったデジタルツインという技術があったときに、今まではなかったんですけど、そういった技術があるという前提で、もう一度現場を見直してみて、現場の管理業務とか、現場のオペレーション業務が一体どう変わるのかというのを一度再度頭をシミュレーションして考えてみないといけないというふうに考えています。で、その現場がどう変わるのか、ということを先にエンビジョン、ビジョンを策定して、その結果、
業務アプリケーションを作成していく。あるいは、ある開発の優先順位を明確につけていくと。まあ、そういったようなプロセスが必要になってくると。まあ、いうふうに考えています。で、そこで、現場がどう変わるのかというところをですね、我々なりにですね、まとめてみました。ちょっとその次はですね、その動画を、まず皆さんには見ていただければというふうに思っております。ものづくりの現場を新たなステージへ。大林 CPS。これまで計画フェーズでは施工方法のプランニングに多くの時間がかかっていました。大林 CPS が導入されると、施工計画はゼロから作成するのではなく、過去の膨大なデータベースから最適なワークパッケージが自動的に作成されます。主任などの新人現場監督であっても、業務内容とワークフローを明確に理解でき、施工計画や日々の業務を大幅に効率化させることが可能です。作成された施工計画はサブコンへと共有され、イメージの具現化と迅速な意思疎通を実現します。実施フェーズでは刻々と更新される状況を共有することが困難です。大林 CPS では現場からの最新情報やゼネコンが作成した最新書類をリアルタイムに更新。現場で起こる課題をデータ化することで、柔軟に施工計画が更新共有され、ミスを未然に防ぎます。設計部門、発注者とも即座に連携、複数の関係者の調整を大幅に迅速化し、プロジェクトをスムーズに進めます。確認事項が多く、設計と実施状況の確認に時間がかかる検証フェーズ。大林 CPS では様々な機能を用いて確認内容を可視化することで、各チェック項目、詳細を明確にします。そしてあらゆる情報は写真やアノテーション、コメントなどでリアルタイムに更新されます。建設現場全体のライフサイクルを包括して、強力なコミュニケーション機能とデータ視覚化機能をもとに、全ての関係者がプロジェクトをスムーズに前進させる。それが全ての作業フェーズ、建設業界を連携する大林組が目指すリアルタイムプラットフォーム、大林 CPS。 はい、今動画で見ていただいたと思うんですけれども、我々としての現場の将来ビジョンというのを描いておりまして、まあ、計画測量実施、まあ、検査、まあ、そういった各建設のいくつかのフェーズにおきまして、どのようにしてですね、このデジタルツインの技術を活用した業務系アプリケーションを作っていけばいいのかというところを考えたというところでございます。はい、もう一点ですね、加えてご説明させていただきたいこととしましては、まあ、これらのいろいろな開発を行うにあたっては、当然我々のこのシステムであったりとか、あるいはデジタルツインのアプリケーション、それだけがあっても、なかなか実現できないということです。まあ、最後の動画にもあったんですけど、最後のあたり動画にもあったんですけれども、この CPS がまさにそのコアとなってですね、まあ、あるいはデジタルツインを中核として、そこに様々な機能群を、あるいはすでに開発済みのですね、各種アプリケーションを連結させていくと。で、そこで様々な価値を追加的に、提供できるような体制を取っていくということが重要かなというふうに思っています。まあ、この図にありますけれども、業務全体をわかりやすくパッケージ化するワークパッケージであったりとか、図面の 3D。これは今まで我々が述べてきた 3D の管理関係の強化であったり、あるいは作業員の工数の管理であったりとか、重機や車両系の管理、そしてスケジュール、あるいはいろんな検査、帳票、関連の管理。まあそういったことをですね、全体的に統合を活用していくことによって、先ほど我々が目指したビジョンを目指していけるのではないかというふうに、
高い目標を掲げてやっていきたいというふうに考えてございます。はい、少々長い時間ではあったんですけれども、ここまでご清聴いただきまして、誠にありがとうございました。今後はですね、様々なシステムとの連携、そういったところが今後の重要なポイントになってくると思います。少しでも興味持っていただけた方はですね、いつでもお声掛けをいただければと思います。それでは改めましてありがとうございました。失礼いたします。